今外から放り込んだ便箋は32年前の世界に届くんだよ。これはみんな未来からの手紙だからな。あなたはいつだってシャッターの郵便口に手紙投げ込んでる人たちは俺に相談し、自分の人生がどう変わったか知らせてくれてるんだよ。人の運命ってもんはそう簡単に変えれるもんじゃねえだろ。その回答はあなたの人生の役に立ちましたか？少しだけのさよなら。